どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですねハワイに、ね、来ているわけなんですけども、今回の動画ではヒルトンガーデンインのホテル、まあ、このヒルトンねハワイにたくさんありますけども、このハワイのねヒルトンホテルで一番ね低い必要ポイントのホテルをね紹介していきたいなと思います。それと同時にですね、同時進行で今回のね動画ではやはりねハワイということで僕は最高潮にね、高いですので、このハワイでですね D ポイントをお得にね使っていこうということで、前回ね紹介できたお店も入っちゃうかもしれないんですけども、まあ、D ポイントね実際に使っていけるのかっていうのもですね皆さんにねお見せできればなと思います。ということでまずねロイヤルハワイアンセンターでお昼ご飯をね食べたいと思います。今回の滞在でハワイの外の映像全然出してないですね。今回 DJI ポケット3で撮影してお届けしておりますけれども、本当にこのカメラめちゃくちゃいいっていうかめちゃくちゃ綺麗ですね、はい、でやはりねこのサイズ感、はい、道行く人は誰も気づかないぐらいね小さいので本当にめちゃくちゃいいですね。これはね買って大正解でした。ハワイはもう11月になるんですけどもめちゃくちゃ暑いですね。今日も30度ぐらいかな、まあ20後半から30度ぐらいまでね気温あると思います。もう日向にいるとねめちゃくちゃ汗かくぐらい暑いです。ということでハワイはね相変わらずこんな感じで、やっぱり日本人の方がねハワイが好きな理由がね分かりますよね、うん、まあ、めちゃくちゃ日本語聞こえてくるんでね、なんか海外にいる感じがしないですよね。でもやはりいいですね。ということでロイヤルハワイアンセンター到着です。では到着いたしました。ワイキキフードホールということ で前回ね、こちらね、紹介できなかったと思うんですけども、こちらにはですねあの沖縄で有名なホタマってありますよね、はい、あのおにぎりのおにぎりに卵入ってるあれがねこちらいただけたりするんですよね。まあお店はね結構たくさんあるんですけども、 D ポイントがね1ポイント1セントで使えますんで、今のね円安の中ではめちゃくちゃお得に利用することができます。ということで行きましょう。なんか前来た時とね店結構変わっちゃって、前はねこのセンターのところで注文して、まあ、各店舗に取りに行くみたいなそんな感じだったんですけども、今はね変わって各店舗でオーダーする感じになったみたいですね。ですので前はねほとんどのお店が使えたんですけども、使えなくなってるお店もあるということで、この点はねあの公式サイトね見て利用していただければなと思います。あ、ここに書いてありますね、はい、ニューオープンということでこの下のお店が入ったんですね、はい、ということで見ていきましょう。全然書いてないじゃん。まずこちらミリタリーボーイズです。ここはちょっと見づらいかもしれないですけども、お肉とあとカレーとかありますね。お肉とあのご飯のセットみたいな。でお店はねこんな感じになっておりまして、あの店頭のね奥の方に D ポイントが使えるってね書いてありますね。ここにしようかな。ちょっと他を見てみましょうか。あの店はね前使いました。でこのポタマも前使いましたね。ですけどあとこのこちらですね、お店の名前を書いてね書いてあるこちらですね、5スターシュリンプ、こちらもね前 D ポイントが使えて、まあ、前回ね息子と来たんで息子がこのパイナップルのやつを食べたいって言ってね、はい、食べてました。ラーメンとかあるんです、はい、あとこっちもあれですね、向こうのミリタリーボーイズと同じようにこのご飯とガーリックシュリンプとかね、まあ、そういうのがあるんですね。で D ポイントが使えるってねあのレジのところに載ってたんで使えると思います。まあ、ちょっとね実際に前回使いましたんでこことポタマは間違いなく使えると思います、変わってなければという感じですね。ではということで多分ここの3つだけになったっぽいですね、はい、前ねバーとかも使えたんでビールとかも飲めたんですけども、もうビールとかないのかな、ちょっとお酒は見てみないと分かんないですね、はい、ということでちょっと注文していきたいと思います。
ではこちらのミリタリーボーイズで、使いたいと思います。今回はこのグリルチキンプレートを頼んでみましょうということで、行ってきます。ということで無事ね注文完了いたしました。特にねもう本当になんか認証ボタンみたいな前押した覚えがあるんですけども、今回ね、何にもなく、はい、購入することができました。今回グリルチキンプレート12ドルということで、1200ポイントですね、はい、ということでやはりね1セント1ポイントで使えるってのはねめちゃくちゃいいですよね。でアカウントの方もちょっとね、お店、利用、ね、ポイント数はね、減ってるんですけども、利用履歴にですね、反映されないんですね。あ、今何回やってもね、今ちょうどね、月の変わり目なんで、10月分しかね、このアプリで見れないんですけど、日本はもう11月になってますけど、ハワイはまだ10月なんで、まあ、その関係もあるのかな。はい。ということで、まあ、ポイントはね、間違いなく取っておりますので、まあ、1200ポイントで、じゃあ利用することができたっていう感じに思います。いや、いいですね、はい、私も家族でね、今後ハワイでいたいなと思ってるんですけども、やはりここはね、ちょっと店舗数減りましたけども、このお店とポサマとあともう一つね、エビのお店が利用することができますので、まあいろいろ選べるのは、ね、いいですよね。でもここは飲み物とかないの、まあ聞けばあるのかもしれないですけど、飲み物聞くの忘れちゃったな。なんかメニューには、ね、飲み物載ってなかったんですけどね、はい、まあでも1ポイント1セントで使えるってのはね、この円安の時期ね、本当にめちゃくちゃいいですね。ということで、下岸の待ちましょう。では、到着いたしました。グリルドチキンプレートですね。ご飯とキムチと、あとマカロニサラダ、あとチキンがで、大きいの2つ、ドン。あと下に野菜が入ってます。いや、これで12ドル。そして、なんかね、ポイント履歴見たらなぜかね、1257ポイント取られてましたね。なんでだろう。メールはね、来たんですよね。ですけども、こっちは12ドルになってる。これちょっと謎ですね。はい。ということで、いただきましょう。いや、めちゃくちゃ美味しそうです。で、ここにはね、箸もありますし、ここね、言い忘れましたけど、D ポイントも使えますし、ポンタポイントも使えるんですよね。ですので、まあ、ここはね、お好みで好きな方を皆さん使ってください。では、分かるんですね。うまい。キムチが入ってるので、最初これ何か分かんなかったんですよね。写真で見たとき。何だろうと思ってた。いただきます。もう私は知らない。日本で食べてる普通のキムチです。美味しい。そしてお米。お米は若干の柔らかめですね。チキンめちゃくちゃでかい。いいですね。一応ね、フォークナイフとかもあったんですけど、かぶっちゃう。かぶりつけましょう。味も結構しっかりついてるんで、お酒と合いそうですね。こんなところでしょうか。今日はね、ちょっとディープインチを使っていろいろ回りたいと思います。ちょっとね、3時過ぎたらね、ホテル、次のホテルチェックインしに行かないといけないんで、それでちょっとね、ホテル移動は時間取れますけど、ちょっと、ね、回れるだけ、ちょっと回りたいなと思います。では、またゆっくりいただきます。それではですね、お店から出てきたわけなんですけども、ここの場所なんですけども、ちょっとね、ここ分かりづらい場所にあって、ウルフギャングステーキのね、そばにあるんですけども、塔自体はですね、シー塔だったかな、はい、まあ、ロイヤルハワイアンセンターを向かいに見て、一番左上にこのね、ワイキキフードホールってあるので、ちょっと場所分かりづらいんですけども、ちょっと見つけていただいて、はい、まあ、正面向かって左上って覚えておけば、ね、多分行けると思うんですけども、本当にね、上の端っこの方にありますんでね、ぜひ覚えておいてください。それでは次にアイスモンスター、こちらもね、住所、概要欄、まあ、地図ねちょっと出しておきますね。こちらも D ポイントが使えるということで、お店今ちらっと見たんですけど、ここら辺にはね、特にこれ入り口なんですけど、特に D ポイントの表記はないんですけども、ハワイアイ加盟店らしいですね、はい、これは何なのか分かりません。ということで、あのね、
ちょっと編集の都合上ね、先ほどねホテルでかき氷食べたばっかりなんですよね。ですね、なんか飲み物みたいなのあったら飲み物を注文したいと思います。では行きましょう。いや、ハロウィン仕様ですね。めちゃくちゃ怖い本当にめちゃくちゃ怖いですね。びっくりした。ということで、あ、旗があるね。旗がある。じゃあミルク抹茶を一つください。はい、ということでミルク抹茶ティー、これはタピオカジュースなのかな、ちょっとわかんないですけども、 6ドル23セントでした。で今回ね、ちゃんとね D ポイント使いまして、623ポイントで購入することができました。ということで、甘い、めちゃくちゃ甘いですね、はい、こういうもんなんですね。僕果たして初めてタピオカジュース飲んだかもしれない、人生でまあ甘いというのはね聞いてたんですけど、めちゃくちゃ甘いですね、はい、でも美味しいです、はい、ということで、このねアイスモンスターね、 D ポイント、あとポンタポイントもね表示出てましたんで、こう使えますんでね、ぜひここね結構いい場所にあって、ロイヤルハワイアンセンターの表、あの中央の通りの1本奥に行ったところなんでね、すごい来やすいと思います。でまたね、お子様連れだったらね、お子様は絶対喜ぶと思いますんで、こちらも D ポイント、ポンタポイント、こちらに使いにね来るのもねかなりいいのではないのかなと思います。ということで一旦ねホテル戻ってホテル移動したいと思います。では本日のホテル到着いたしました。ヒルトンガーデンインワイキービーチということで、今回ですねこのねハワイのホノルルのホテルの中でですね一番安かったこのヒルトンガーデンインワイキービーチ、まあどういった感じでね利用できるのかお見せできればなと思います。先ほど泊まってたレイローのホテルがねそこで、ヒルトンガーデンインで、ね、ここですのでめちゃくちゃ近くていいですね。はい、ということで早速チェックインしていきましょう。もうね3時過ぎてますね。チェックインしてできると思います。ハロー、あ、チェックイン、ワンナイト、イエス、Thank you。ではチェックインできました。今回1036です。よいしょ、ちょっと荷物もね重すぎて入っちゃいましたけども、どうでしょうか、結構いいんじゃないでしょうか。はい、ということでこんな感じになります。いや、思った以上にいいですね思った以上にいい、結構綺麗、ピカピカですね。はい、ベッドはこんな感じになっております。どこから見ましょうか、これから見ていきましょうか。ここにUSB と何がある、これ AC かな、何これ、これ AC ですかな、 AC ですね、 AC が2つとタイプ A が1つ、あとヒルトンガーディンプロミスが書いてあります。でベッドはこんな感じ、いやかなり大きいですね。キングサイズベッドは1個あります、かなり大きいで、こちらにソファーがあって、反対側にもソファーがあると。これいいですね。はい。非常にくつろげそうな感じがして。で、あとでバルコニー見ましょう。で、テレビがね、こんな感じで。70インチぐらいですかね。60インチぐらいかな。結構大きめ。で、お、電子レンジがある。いいですね。電子レンジ付きです。いや、電子レンジやっぱりあった方がいいですよね。持って帰って温めて食べたい時とかちょうどいいですもんね。で、コーヒーマシンです。で、コーヒーマシンは、そうですね。これ、初めて見る。あ、ハワイのコーヒーっぽいですね。はい。で、冷蔵庫あると。中は空です。よいしょ。で、こちらにクローゼットです。金庫と、あと、ハンガーとね、アイロンとかアイロン台とか言ってます。まあ、ここら辺は何にもないですね。はい。もちろん、スリッパはありません。で、多分ここは歯ブラシもないんじゃないですかね。はい。こちら、氷入れるやつと、コップは紙コップですね。で、あ、メイクアップリブーバーと、ヤスリとか、綿棒とかはあります。あと、ソープで、それだけですね。タバコと電子タバコ、タイマーもダメだって書いてありますね。はい、アメリカらしい。
で、下にタオルとドライヤーがありますね。はい。だからもう入り口のね、目の前がもう洗面台みたいな感じですね。で、反対側にお手洗いと。メインのスイッチを入れないと電気がつかないようになってるんですね。ああ、びっくりした。で、バスルームです。これは何？うわ、怖っ、何これ？引く方向は合ってますけど、めちゃめちゃ立て付けが良くない。ザ・アメリカっていう感じがしますね。アメニティと固定のシャワーが一つですね。めちゃくちゃハイターの匂いがします。消毒してるのかな？はい、すごいですね。ハイター臭がすごい。まあでも、スペース的には結構広いんでいいんじゃないでしょうか。っていう感じですかね。はい。ではバルコニー見ましょう。これはどっち側なんだろうな。あ、ワイキキビーチ側なんですね。ですけど目の前にね、でかい駐車場があって、海は残念ながら見えないですね。海は見えないです。ですけどもね、ちゃんとくつろぐ用の椅子とテーブルがあるんでいいですね。で、向かいがインターナショナルマーケットプレイスということで、これね、どっかで出てると思いますけども、楽天カードラウンジャーのここなんでね、はい、めちゃくちゃいいですね。アクセスしやすくて。っていう感じですかね。まあ、ビーチまでね、10分程度ということですんで、はい、いいですね。はい、こんな感じになります。はい、ということで、今回ですね、ヒルトンガーデンインホテルワイキキビーチですね、一泊ね、お世話になります。今回ね、このヒルトンのワイキキの中で一番ね、必要ホテルポイントがね、一番少ない、ね、ホテルということで、ヒルトンホテルポイント5万ポイントで、一泊ね、宿泊させていただきます。で、ちょっとね、何回かチェックして下がんないかな、なんていう風にね、この前のマリオットもね、見てたんですけども、なかなか下がんなかったですね。はい、ということで、今回5万ポイントでね、こちら宿泊させていただきます。まあ、どうでしたかね。場所はね、全然悪くないんですけども、うん、ここで5万ポイントか、あと2万ポイント足してエンバシースイートとかね、ヒルトンハワイアンビレッジとかね、まあ選択することができるっていう風になりますんで、まあ5万ポイントでね、宿泊できるっていう点はね、まあいいのかななんていう風に思います。で、今回ですね、ダイヤモンドゴールドメンバーデイリークレジットということで、多分このホテル朝食やってないんじゃないのかな。ちょっとね、もう一回確認してきますね。はい。15ドルのね、ホテルクレジットがね、もらえるんですよね。もしくは、750ヒルトンポイントっていう風になりますんで、さすがに750ポイントだったらね、ホテルクレジットの方がいいかなということで、まあ、こっちに、ね、選ばせていただきました。多分15ドルのホテルクレジットがあれば、多分ビール2本くらいは買えるんじゃないかなというところですね。で、このホテルクレジットが使えるのが、ギフトショップがね、1階にあるみたいなんですけども、そこと、3階にプールがあるんですけど、そこのプールのバー、あともう一個レストランか。レストランでも利用することができるっていう風になりますんで、まあレストランで利用する際は、まあ15ドルね割引で利用していただくっていう感じですかね。それ以外ですね、まあ Wi-Fi も無料で利用することができて、またね、お水も2本ね、ゲットすることができました。っていう感じですかね。アップグレードはね、多分ないと思いますし、まあこの、なんていうんですか、このヒルトンガーデンインとかハンプトンインとかね、まあここら辺に多分アップグレードってもともとないんじゃないのかな？あんのかな？日本国内だったらね、結構ね、ダブルツリーとかそういうところでもね、アップグレードとかね、聞いたことあるんですけども、まあ、海外でこういうところでね、アップグレードってあんまり聞いたことはないんで、まあ、多分されてないと思うんですよね。部屋の感じもね、こんな感じだったと思いますんでね。はい。っていうところですかね。まあ、この、立地的にはね、非常にいい場所にあるっていう風になりますんで、まあ、海もね、10分ぐらいで行けるということでね。はい。っていう感じで、本日はね、こちらに一泊ね、お世話になります。ということで、明るいうちにね、ちょっとプールね、見に行きたいなと思いますんで、ちょっとね、プール行きたいと思います。3階にね、あるそうです。では、3階に到着しました。あ、ここで、あれですね、タオルを借りる感じですね。キーをかさずと扉を開く感じになってます。で、こういうことですね。タオルを入れるやつ。で、こちらがプールです。いいですね。思ったより座席みたいなのがね、奥とこっちにもあって、いいですね。で、こっちがプールにあるバーということで、ここでね、15ドルのクレジットも使えるという感じですね。あ、ビールもたくさんありそう。で、ビリヤードもできるんだ。で、このね、通りに面してる感じでね、本当にこっちはもう通りみたいな。本当に通りに面してる感じですね。で、プールはこんな感じです。いいですね。
プールにの入りながらでたまに疲れたらお酒飲むみたいなね、そんな感じでも利用できるんで非常にいいですね。でこちらにもね、あの日焼け止めとあとサンローション、あの後に塗るやつも、無料で使わせてくれると。でこっちにはこれお水ですよね、あと冷水器みたいなのもこちらにあります。またこれいつでも使えるのかな、コップもありますんでね。はい、そんな感じになっております。でホテルのロビーをね来ていただくと、このねホノルルカフェマーケットっていうのはねもう中からね行けるようになっております。ここでもね15ドルのクレジット使えるっていう風になりますんで、ここで使うのがいいかもしれないですね。なんかコンビニみたいになってて、もういろんなもんがね売ってますんでね、はい、もう飲み物からお酒、食べ物、何でもありそうなんで、ここら辺で消化していただくのが良さそうですね。うん、いいですね。ビールも15ドルあれば2、3本いけちゃいますね。日本のビールもあります。まあお水買ってもいいですしね、こういったのもありますね。はい、日本なんじゃないかっていうね、とんかつ弁当みたいなのもありますね。これが8ドルで、このカツカレーみたいなのがもう8ドルですね。うん、こういうのも良さそうですね。ああ、いいな。で、こういうチップスとかもあります。あ、ウイスキーとかもあるんだ。すごいですね。うん。ワイン。まあ、ここでね、使っていただくのはね、良さそうですね。ということで、続きね、やっていきたいと思います。やはりね、ヒルトンガーデンインはですね、朝食がホテルクレジットに、ね、切り替わっているということで、あの15ドルはですね、ステータス特典の15ドルということで、朝食はね、無料で利用することができないって言った形になります。ですので、ちょっとね、D ポイントのお店の飲みに行ける場所をね、これから行こうと思ったんですけども、ちょっと先にね、明日の朝ごはんを、アラモアナセンターに行って、調達してからですね、行きたいと思います。ということで、今ね、ちょうどいいところにピンクラインが来ましたので、ピンクラインに乗ってアラモアナセンター行っちゃいたいと思います。それではアラモアナセンター到着。ではいつも通りステーキ鉄平で買っていきたいと思います。ちょっとね明日の朝なんでラーメン倍量はさすがに無理なんでね、ということで買っていきたいと思います。では本日もこれにしましょうかね。はい、ガーリックステーキ25ドル95セント、買っちゃいます。And then you want to use the points, right? Use the points, please. それでは無事購入できました。税金等々入って33ドル35セントっていう感じですね。全部 D ポイントで購入しています。まあちゃんとね、ステーキ鉄平さんはね、D ポイント使いますし、日本語を話せる店員さんもね、いらっしゃいますんで、まあ常にいるかどうかはちょっと微妙なところなんですけど、まあ D ポイントの使い方はね、皆さんマスターしてますんで、まあ大丈夫だと思います。ということで飲みに行きましょう。ではトランプタワーら辺の方にね、戻ってまいりました。これからね夕飯兼飲みに行きたいと思います。それでは本日はこちらチボーっていうね、ここもね D ポイントが使えるお店ということで行きたいと思います。いやね、ここの並びのお店ね結構潰れまくってますね。まだコロナの影響はまだ残っているのでしょうか。ということで行きましょう。このお店はねお好み焼き屋さんということで、広島焼き、チーズ広島焼きとありますね。あとねお酒もねたくさんあります。山崎とかもあるんですね。ごめんなさい映ってなかった、はい、こっち映った、大丈夫。これがチーズ焼きと広島チーズ焼き、あとポケのハーフ&ハーフとかもあるみたいですね。でお酒類、あめちゃくちゃある、めちゃくちゃある。ビールもあるし日本酒とかね、はい、めちゃくちゃあるし、日本語メニューみたいなのもありますね。いやいいっすね。あ、これはドリンクメニューなのかな。あ、食べ物のメニューは下です。食べ物のメニューはこっちですね。あ、すごい、伊勢海老お刺身とか食べれるんですね。いやこれはちょっと今度息子を連れて行きたいですね。ちょ、私はねエビ食べれないんです。あ、あとアワビとか
あります。魚も結構ありますね。チキンもあるしステーキもあるという感じで、焼きそばとかあるんですね。まあ、せっかくなんでお好み焼き頼みたいと思います。あとはマグロのポッケ、トンペイ焼き、あとフィレステーキ、ガーリックシュリンプとかありますね。はい、こんな感じです。ということでお好み焼き注文しましょう。はい、ということで今ね一通り喋ったところね、これで待てるかということで、ラージサイチキン、ちょっともう一口飲んじゃったんだけど、私の代わりに入ってます。ということで、いただきます。では広島風チーズお好み焼き到着しました。めちゃくちゃでかくてびっくり。いただきます。中にはもやしと豚肉かな、あと卵も入ってます。吉田粉なんで焼き卵入ってます。これはビールが進めます。あ、これ多分お腹いっぱいになっちゃう。そんな大きくなかったらもうちょっと頼もうと思ってたんですけど、それではお店で出ました。$56.89、ミニサラダ、あとチーズの広島風お好み焼きとビール代ですね。でチップもね全部込みでやってくれますんで、これはいいですね。はい、ということで今日のところもう腹パンパンなんでホテル戻りたいと思います。ということでホテル帰りましょう。今日はねハロウィンの当日ということで、仮装してる人とかね、お店の前でもあのお店の人がね出てお菓子配ってるみたいな、そんな感じのね見受けられますんで、いいタイミングで来ましたね。あ、ウォーリーがいます。ウォーリーが仮装してる人がたくさんいますね。特にハロウィンパレードみたいなのはハワイにはないみたいですね。でもハロウィン自体はね非常にありますんで、どこでもね仮装している方、お店もねハロウィン仕様になっているところが多いです。前にね緑の着ぐるみを着ている人もいますね。いやすごい、ハロウィン当日やっぱりすごいですね。いやなかなか目指しますね、あの緑。あ、マリオとルイージもいる。ということでハワイのハロウィンも非常にいいですね。ということでホテル戻ります。今ホテルに帰っている最中なんですけども、丸亀うどんの並びがえぐいですね。中も大行列すごいな。どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね JAL がなんと、それではホテルに戻って仕事をしてたら今もう夜のね12時を過ぎました。今日のところはこんな感じで休みたいと思います。ヒルトンガーデンインからの夜景も素敵ですね。おやすみなさい。おはようございます。朝のハワイです。これから買ってきたステーキテッペの朝食を食べます。じゃじゃん。
今レンジでチンしました。非常に美味しそうですね。ではいただきます。それではですね、チェックアウトねしていきたいなと思います。今回ですね、ヒルトンガーデンホテルですね、一泊ね5万ポイントで宿泊させていただきました。ステータス特典としては、ゴールドステータス、ダイヤモンドステータスに付帯している朝食特典っていうのはですね、このヒルトンホテルね、アメリカのホテルはね、今ホテルクレジットに切り替わっておりますので、このホテルも対象っていた形になります。ですので、このホテルでは1泊15ドルのねホテルクレジットがもらえて、朝食特典は利用することができません。まあこういった形になりまして、特にねアップグレードとかもなく、あとはお水とかはね、ちゃんと2本もらえたりして、またねプール3階にねプールがあるんですけども、まあそこにねウォーターサーバーありますので、まあお水に困るっていうことは基本的にはないですね。で、このホテルの15ドルのクレジットなんですけども、まあ今回で私3回目か4回目ぐらいにね、このホテルクレジットアメリカ国内のヒルトンホテルでね利用ねさせていただいたわけなんですけども、朝食はねそれで利用することができないっていうのはですね、まあ痛いね部分ではあるんですけども、まあホテルクレジットに切り替わってて、ここみたいにですね、ホテルの売店みたいなのが、まあコンビニみたいなのがねくっついてるんですよね。ですので、そこで15ドル分ね利用できるっていうのはですね、結構ね悪くないかなっていうふうに思いました。今回私はねお酒をね買って利用させていただいたんですけども、まあお酒に使うこともできますし、食べ物に使うこともできますし、またねそのコンビニは結構ねいろんなもの、昨日お見せしたと思うんですけども、本当に食べ物から飲み物何でもありますので、まあなんかね足りなくなったり必要になったものとかね購入していただくのもねまあできるっていうふうになりますんで、まあ一概にね悪くはないかなっていうふうに思いましたがね。まあもちろんね、まあ朝食ね利用できた方はねいい部分はあるかもしれないんですけども、まあ日本のねなんとか弁当みたいなのも8ドルか9ドルとかでね購入することできるっていうふうになりますんで、まあこれで購入して朝ごはんにしてね、まあそれ以外ねもうお酒1本買うみたいなこともまあできるっていうふうになりますんで、まあそういった感じで利用するのであればですね、そこまで悪くないんじゃないかななんていうふうにね、このホテルに関しては思いましたがね。このホテルによってもですね、このホテルクレジットが使える場所ね、今回みたいにね売店みたいなのが一緒にくっついてるとね非常に利用しか利やすかったりするんですけども、まあこれがねニューヨークとかだとですね、もう使えるのはねルームサービスかレストランしか使えませんみたいな感じだと、まあこのね15ドルとか25ドルとかねホテルブランドによって変わりますけども、ちょっと利用しづらいっていうところはあるかなっていうところなんですよね。で、今回ね、このヒルトン、ハワイの中のヒルトンのね、中で、まあ、5万ポイントで、一番少ない必要ポイントでね、このホテル宿泊させていただいたんですけども、まあ、このホテルがね、まあ、おすすめなのかどうなのかっていうところなんですけども、まあ、微妙なところなんですよね。あと2万ポイント出せば、エンバシー泊まれたりね、ヒルトン、ハワイアンビレッジか。はい、そっちも泊まれますんで、まあ、エンバシーの方はですね、朝食も全員のね、お客さんに朝食振る舞ってて、またね、カクテルタイムもありますんで、まあ2杯ぐらいね、お酒無料でもらえたりいたしますんで、プライベートビーチみたいな感じで、海直結なのをね、使いたいっていう方はもう、ヒルトンハワイアンビレッジね、一択になるかなっていうふうに思います。で、ちょっとね、ビーチから離れてもいいよっていう方は、エンバシースイーツね。まあ7万ポイント出せるんであれば、エンバシーかヒルトンハワイアンビレッジかね。まあどっちかかなっていうところですかね。2万ポイントこちらね、少ないんですけども、まあビーチはね、歩いて10分かかるっていう風になりますんで、まあ海がね、選択肢に入らなくてもいいっていう方で、できるだけ節約されたいっていう方はこっちでもいいのかなっていうところですかね。まあこういったところですかね。まあ D ポイントもですね、今回ね、企画として一緒にね、やらせていただきましたんで、ぜひね、ハワイ来られる方は D ポイントね、貯めて、来てみていただければな、なんていうふうに思います。本当にね、ある程度のポイント持ってたらね、食費かなりね、抑えることができます。もちろんね、ハワイに来たから、ハワイの食べ物食べたいっていう方もね、もちろんいらっしゃると思うんですけども、まあ、毎回ハワイの食べ物食べなくてもね、まあ、いいんじゃないかなって思う部分もございますんで、まあ、できるだけね、D ポイントか、ポンタポイントね、貯めて、持ってきていただくと、まあ、非常にお得にね、1ポイント1セントで利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。